さまざまな分野で活躍している方をコメンテーターに招いて、気になるニュースや出来事について語っていただくマイオヤットのコーナー。今日は料理研究家で鹿屋市にお住まいの門倉タニヤさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コマーシャル前、今日もご主人との楽しいやり取りをご覧いただきましたが、はい、ビビンコ理解なさってましたね。前に聞いたことがあったので、はい、知ってました。鹿児島では肩車をビビンコと言うんですが、大田さん知ってました？初めて知りました。ちょっと可愛い響きですよね。なんかビビンコって可愛いです ね、 本当ですね。さて今回は谷屋さん流夏自宅をテーマにお送りいたしますが、門倉さん、鹿児島に来て4年目、東京と暑さが違いますか？なんか日差しが強いような気がするんですけれども、とはいうもののやっぱり朝晩自然がたくさんありますので、ちょっと気温が1回下がるので、やっぱり風は気持ちいいなって、朝が気持ちいい気がします。東京はもう暑から朝から暑いです。なるほどね、はい。で、先ほどご紹介した映像はカーテンの衣替えの様子だったんですが、はい、あれは夏に向けての暑さ対策。そうですね、夏にすだれをかけるじゃないですけど、そんな感じでソファーカバーをウールから朝に変えてみたり、あとはカーテンですと裏地がちょっと保温性になっているものから、こうやってガーゼみたいなものに変えるととても涼しく感じます。風の通りが今ちょっと見えますね。そうなんです。気持ちがいいですよね。今年はいつ頃されたんですか？3日ぐらい前にしました。梅雨明けというか雨が止んだ次の日にしました。なるほど。そしてソファーのカバーも変えるんですね。そうなんです。ウールでちょっとチクチクするので、夏場は朝のものをカバーを作ってもらったんですけど、それに変えてます。色合いもとっても涼しげですよね。昼寝にぴったりな場所です。そうですね。はい、門倉さんは料理研究家でいらっしゃいますが、はい、お料理で工夫されていることは何かありますか？そうですね、もう火の前に立つのが嫌な季節なので、なるべく作り置きをして、なので朝早い時間とかまだそんなに暑くない時間にお料理をして、で食べるときにそれを出して食べるというやり方が私は好きなんですけど、日本でも夏はね、ちょっとそうめんとかで簡単に済ましちゃうなんてあるんですけども、ドイツでもそういう感じはあるんですか？ドイツは暑さはない、全くないんですけど、とはいうものの夜はもともと軽食で冷たい食事という言い方をしてるんですけど、この写真のようにパン、ライ麦パン、ちょっとしっかりめのパンなんですけど、それにサラダとかハムとかチーズとか、なのでいろんな作り置きのものを一緒に食べれば火を使わなくて済むので、夏なんかは我が家ではよくするお料理です。あと夏野菜は体を冷やしてくれるって言いますもんね。そう言いますよね。ぜひたくさん取っていただきたいですよね。さあ、そしてこれはラタトゥーユ、はい、煮込みですね。はい、これは南仏のお料理、フランスのお料理なんですけど、トマト、ごめんなさい、じゃなくてパプリカ、ズッキーニとナスをそれぞれオリーブオイルでソテーして火を通して、最後にトマトで煮込むお料理です。でちょっと味噌とか隠し味に入れたりすれば、また和食とかにも合いますよ。これご自宅で採れたんですって。新鮮でしょうね。本当に彩りも鮮やかで、野菜がたっぷり採れるのが嬉しいですよね。ちょっとね、最後にバジルをちぎってのせるとまた香りも良くて、さあそしてもう一品パスタがありますか？そうですね、皆さん日本はね、おそうめんの文化がありますけど、西洋ですと細いパスタ、冷製パスタをしますので、もうすぐに火が通りますので、その間に野菜、トマトとかオクラとかを刻んで、オリーブとか、ちょっと写真見えてるかもしれないですけど、ちょっとアクセントに入れて、あとはもうオリーブオイルとお酢と塩コショウだけで美味しくパスタが作れますので。さあ、そして今日は今、はい、このパスタにも載ってましたが、はい、トマト、プチトマトを使った料理を持ってきていただいたんですね。これすごくおすすめなんですけど、夏になると結構トマトが一気にたくさん取れてしまったりしますけど、もちろん生で食べるのもいいんですけど、オーブンでドライトマトにしてしまうんです。ちょっといただいてみますね。もうぜひ。小田さんからどうぞ。はい、いただきます。これは下はチーズですよね。モッツァレラチーズになります。いただきます。
うん、どうでしょうか。本当にドライトマト、旨味がギュッと凝縮されてますね。そうなんです。あのドライトマトとは言ってもちょっとジューシーさが残ったね。そうですね。セミドライっていうんですか。ああ、はい、あの市販のはもう本当に硬いですけど、うん、そんなことはなくて、これはまだそうですね、ジューシーさも残って、あ、トマトがちょっとピリッとした感じがあって美味しい。ちょっとニンニク、あの半分に切って鉄板にバーッとトマトを、まあ、せっかく作るのいっぱい作ってほしいんですけど、そこに塩コショウ、ハーブ塩があればもっといいです。刻んだあのみじん切りにしたニンニクと、あとオリーブオイルかけるだけです。うん、あと150度で、まあ、40分から1時間ぐらいするとこんな風になります。でこれを冷蔵庫に入れておけば、あの今日みたいにモッツァレラチーズと合わせたり、あとはオムレツに入れたり、パスタに和えたり、サンドイッチとか、まあ、何でもいろいろアレンジができますので、ぜひ作ってみてください。これいいですね。うん、あまりお料理が得意ではないよという方も気軽に作れそうですね。うんうん、簡単にできて、ワインに合うおつまみにもなりますので。絶対にお酒に合いますね。はい、これは間違いない。でまたあのニンニクと合うんですよね。はい、そうなんです、本当にそうなんです。うん、まあ、お野菜何でもローストすると水分が抜けて本当に味が凝縮されて美味しくなりますので、冷蔵庫入れとけば結構1ヶ月ぐらいは、もう全然大丈夫です。はい、そうですか。はい、門倉タニアさんに今日はカーテンやソファーのカバー替え、そして夏料理、はい、まあ、いろんな工夫を教えていただきました。はい、ここまでバイオヤットのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。